はい、ただいまから医療統計学研究室の紹介をしたいと思います。まず医療統計学とは何なのかということから説明いたします。医療統計学とは疫学研究や臨床研究において、効率の良いデータの収集方法や、行楽因子を調整する解析方法など主に、方法論の研究を行うことでより質の高い研究を目指す学問です。提案された方法は実際に、大気汚染の健康影響やがん臨床試験、医薬品の安全対策などに適用されています。続いて研究室の活動についてご説明いたします。まず、ゼミは毎週火曜日に行っています。メンバー間でお互いの研究を発表し合ったり し合ったりして、意見の交換を行っています。そして第2火曜日には KBS といって学外の研究機関や製薬企業の医療統計家とともにセミナーを行っています。タイトルの写真がその風景を写したものになっています。基本的に研究に全エネルギーを注いでいる研究室なんですけれど、もちろんそれだけでなく、秘密の場所で春にはお花見や年末には鍋パーティーを行ったりしてメンバー間の親交を深めたりしています。終了後の進路ですが、製薬メーカーや CRO、規制当局に進まれる方やアカデミーに残る方などさまざまな選択肢があります。この紹介を聞いてもし医療統計学に興味を抱かれた方は12時半に G 棟3階の研究集会室へぜひいらしてください。これで発表を終わります。ありがとうございました。